ペルーレールは、クスコ・マチュピチュカンなどを走る、地球上で2番目に、標高の高い場所を走る列車。列車は、ペルー南部において、観光、貨物、チャーターなど広範囲にわたるサービスを提供しており、特に、マタラニコーとペルー第二の都市である、アレキパカンを結ぶ、貨物列車として有名である。以前は、ファラオカリル・デルスールとして、イナファーによって運営されていた。 現在は、オリエント急行を運行する、ベルモンド社と、ペルー資本によって、共同運営されている。線路は、マタラ2港からスタートし、アレキパを通り、プーノ県に入った地点、フリアカの町によって2つに分かれる。東行きのルートはプーノへ向かい、西行きのルートは、クスコを通り、マチュピチュまで続いている。以前は、マチュピチュを越え、キジャバンババレーまで続いていたが、 1997年の大雨による崖崩れなどのため、この区間は廃線となっている。もともと鉄道は、キジャバンバの農産物を海岸沿いに運ぶ目的で建設された。現在、旅客列車が運行されているのは、以下の通り。フリアカ・アレキッパ間は、貨物のみとなっている。クスコ・マチュピチュ間のルートにおいて、ペルーレールは異なったクラスの列車を運行している。 ハイラム・ビンガムは、マチュピチュ遺跡を発見した、アメリカ人探検家、ハイラム・ビンガムの名前をとって命名された、豪華な列車。ポロイエキオから、朝9時の出発となり、他のペルーレールに比べて、遅めの出発となる。列車の料金には、車内で振る舞われる食事やワイン、遺跡を巡るガイド、バス移動、遺跡の入場料などが含まれている。ビスタドームは、 車両の側面と上部が大きな窓で囲まれた列車で素晴らしい景色が堪能できる。料金には軽食とホット、アイスの飲み物が含まれている。エクスペディションはバックパッカーとも呼ばれインディオの織物で覆われた座席で旅するシンプルなサービス。料金には軽食も含まれておりバックパックの収納場所も用意されている。特にインカ道のハイカー向け また、宣伝はされていないが、ペルーレールでは、木製の座席が用意されたペルー国民の人々にのみ、利用可能な割引のサービスもある。クスコプーの間を走るファーストクラスの、アンディアンエクスプローラーには、装飾された車両と、食堂車、オープンエア式の展望車などが含まれている。料金には、昼食が含まれている。バックパッカーのサービスもある。ありがとうございます。